ロレックス、オイスターパーペチュアル、エアキング。1977年製造、 REF5500 プレシジョン、 CAL1520 搭載の自動巻きです。シンプルフェイスのメンズモデル、3連ハードブレス仕様です。サイズ、ラグ幅は19mm、ケース径は約 34mm、 ルーズ含まず、縦ラグからラグまで約 40mm、 厚さ約 13mm のメンズサイズです。操作方法、自動巻き、スクリューリューズ、手巻きも可能です。精度、日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒以内に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。エアキング、ロレックスのスタンダードモデルとして人気の高いオイスターパーペチュアル自動巻きです。グローバルスタンダードとなったロレックスの名声を確立した3大要素、オイスター、パーペチュアル、クロノメーター。ロレックスの高い技術力と先進性、ベーシックで完成されたスタイルは世代を超えて愛され続けています。こちらは1977年製造のヴィンテージロレックスエアキングノンレイトのシンプルなモデルです。ダイヤルは放射仕上げの美しいシルバーカラー。インデックスはアプライトのロングバトン。バーハンドとのコンビネーションでシンプルで視認性も良く、端正なフェースです。搭載ムーブメントは自動巻きキャリバー1520。精度と耐久性のバランスが取れたパーペチュアルの傑作ムーブメントです。赤色のギアは1500番台のムーブメントで初めて搭載されたリバージングギアで、それまでの精度の不安定さを解消した当時の傑作技術。パーペチュアルを完成させたこのギアは、敬意を込めてシンクに染められたとされています。ルーズは 5.3 ミリのスモールクラウン。刻印も鮮明です。ブレスレットは、ロレックスの3連ハードブレス。耐久性に優れた無垢タイプのコマで構成され、スポーツモデルに数多く搭載されている屈強なブレスレットになります。当時のアンティークボックス、取扱説明書が付属したヴィンテージ品、コレクションとしてもおすすめです。コンディション、ローターの巻き上げ感も非常に軽快で、精度も問題ありません。ダイヤルは目立つ経年変化もなく、グッドコンディションを維持しています。ケースは軽い小傷程度で、目立つ打ち傷などはありません。風防は新品交換済みです。ブレスレットは3連ハードブレス REF78350-19。FF557-13コマ、最大 19.5 センチ前後です。
微細な小傷程度、少し伸びがあります。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。